はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。月が戻ってきた？いつの間に？いつの間にパズル解いちゃったんですかって。なんか適当に、ちまちま置いてたら解けちゃいました。オブジェ。青、赤、緑、緑、赤、青取って、黄色、みたいな。あ！開いたー！で、ボス面か？これは、もしかして。お？え、ただこの面何もやってないよね、まだ確か。メールが来てるよー。あ、またメッセージだ！ビーボくん、はっは、ついに、月の門が開いたぞ。さあ、トムファンの待ちかねだ。お前たちは、おしまいだ。ははっ！おしまいっていうのは、ご苦労様っていうことで、ははっ！っていうのは、本当にありがとうございました。皆さん、かっこよかったですっていうことで、ちょっとよくわかんないですね。頭おかしいんですからね。いよいよ、トムファン、お目覚めです。僕たちも役目、終わるかもしれません。さあ、急ぎましょう。英雄をあんまり待たせるわけにはいけません。そうだね。ははっ！なんか寝てるぞ。ラビッツが有名な犬の真似をしてるみたいだ。え？何？わかんねえ元ネタ。え、スヌーピー？行っちゃいますか。一応もう準備は万端なんで。はい。行っちゃいますぜ。ボス面だー！イエーイ！来ましたね。ここは劇場？劇場。英雄トムファンのドラマティック。ドラマ的なところにいるんですね。トムファンがね。メール。親愛なるビーボ様、メールシステムが何者かにハッキングされました。ここ何件かのトムファンに関するメッセージは罠です。なんだって？賢いあなた様なら、こんなにもわかりやすい罠に引っかかることはないと思いますが、あなたの大ファンより、アンチだろ。もう完全にアンチだ。悪いことないこと言って。んのよ、急に。ははー、ようこそ、これからショーの始まりです。なんだよ、お前かもしかして。ハッキングもできるのか、お前。失われたアイテムを集めろってメッセージを送ったの、お前だな？月の門を開けるために僕たちを利用したんだ。お前の仕業だったらお見通しだぞ。全部わかったんだぞ。ついさっきから。ははーでね。英雄トムファンも単なる作り話なんだろ？トムファンはいるぞ。お前たちのおかげでこのステージが、でデビューできるんだ。あ、チコンキとテリちゃん。あ、てるちゃんかわいい。ベロ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 、痛い。スポーニーさ、お前の力を見せてみろ。おい、ほら、さっさとやれってば。あ、脅かした。脅かす。あ、そういう使い方がある。あーれー、蓄音機もまとめて。これがトムファン。本当の名前は、ファントムちょっとひねって欲しかったな。なんだお前は。臭い。汗の匂いがする。衝撃の美声。ファントム。じゃあ今日はイケボ実況でやってみますか。じゃあ衝撃の美声実況で。ブワー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 ブワTearing down every pipe, despite his plum-shaped body type. Who's gonna run in fear while screaming, Mamma mia? Who leaves me gray and grim? Oh, what does Peach see in him? Mario!With great joy in my heart Each time I watch Mario Kart You're first and doing so well But here come the spiny shell And now you and your rabby friends Have finally met your end Just let me catch my breath Then I'll I see you today ということで、今からボスを倒すよ。相手は、マリオさん、スポットライトが当たってる時はファントムに攻撃が効きません。どうにかして、まずはスポットライトを消さないと、です。はい。
いきますか。ミュートにしてなかったらごめんなさいね。なんか、あれと近しい気がした。あれ。カッシーはのアーダコーナーと似たような気がしたんで、まあ、とりあえず、ここでいいのかな。まあ、どういう攻撃飛んでくるかわかんないですからね。まあ、一応、あ、ぶっ壊した。え、そんな一発でぶっ壊れちゃうの？マジで。そんな簡単にぶっ壊れちゃっていいわけ？いいわけないのよ。でも壊れちゃったから仕方がないわよ、みたいな。ちょっとジャンプの距離が微妙に足りない気がしないでもないんですけど、ちょっと右側に溜めとく？はい、微妙に回復するのは意味がない？で、マリオさんは？マリオさんは何もできない？マリオさんはじゃあ仕方ないから前に出る？これ微妙に歌ってるんだけど大丈夫なんですか？とりあえず？あー、届かないか。マリオさんから動かした方が良かったですかね。まあ、とりあえず適当にぶっ放せ。おおおおおおおからの、やばい、マグマショットやばいんで、ボムを投げる。おいけい、ほらー、ノーエフェクト、エフェクトは効かない。で、エレガントアイを構えて、で、マリオさん、ま、撃つしかないみたいなんで、撃ちますか。フルパワー！まあ、まずまずのダメージ。インガーナンナンナー、おーてててててー。あ、そうか、マリオはい、あ、パワーアップしたか。さあ、何をしてくるよ。対して、言うほどのダメージだったか。痛い。周りが強いからな。周りが強い。シールドが貼られて、これはガードしていく。オッケー。さあ、今のところ特にこれと言ってっていう感じではあるが、とりあえずマリオさんから動かさないことには、話にならないんで、とりあえずどうする？ここでもいいな。これとりあえず、敵倒しちゃうか、一個。一個倒すことによって、あたと楽な攻め方を、すればいいみたいな。広いな。吹っ飛ばしていく。ナイスクリティカルからのヒーローサイトつけて動いてこないんだな。なるほどな。これはこっちどうしようかな。いや、ピーチ先に動かしてから考える。とりあえず回復する。ここは届かない。届かないんだったら、じゃあ、一歩でも前へ。はい。で、多分普通にピーチでぶっ放せば、だいぶいいダメージ入ると思うんですけど、どうだ？吹っ飛んで、一歩倒した。で、まあこれは、まあ、しっかりちょっと繋いどくだけ繋いどきましょうよ。これで、とりあえずあれですよ。一発体力は落としましたよ。はい。で、消えた。さあ、第二形態。いい声でしょ。俺もね、出そうと思えば出せるんですけど、マイクがチャッチーから、あれなんですよね。割と、喉がそんなに強い方ではないっていう、そういう。撃っていけー！ナイスー！クリティカルヒット。あ、で、そこにあるんだ。そこにあるんですね。次それを撃たなきゃいけない。で、なんか出てくる。ラビッツ逃げる。撃たれる。痛い。クリティカルは、なんかいい感じに。うわー、やばい、それは。ちょっと、それは想像以上にやばそうですね。で、あいつに対して攻撃が入らないので、マリオさんでとりあえず移動して、サイド取る。サイド取れてる、これ。取れてます。取れてるんで、取ったことにしといて、ピーチが、ここ微妙に壁になってるんで、壁になってる感じにして、まあ、とりあえずこれあれですね。これでボムやったら多分後ろが割れない。あ、割れないんだ。直接行かないといけない。ドゥー！別にそれをやるために行ったわけじゃないですけど、みたいな。これ先にマリオで撃った方がいいな、これ多分。マリオで撃って、で、ボムか？ここか？ここだな。もう詰めるところまで詰める。はい、真横からのマシンガン頼む！イーランス引いてくれ！
悪くない。よし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 、10個持ってた、1個持ってた。持ってた、でかいでかいでかい。ただ、ヨッシーは野ざらしになってるんで、大ダメージを受けてしまう。いやー、いや、でも言うほど、言うほどじゃないか。こいつは食らうな。食らう、ちょ、ピンボール、ピンボール、ピンボール。ピンボール、で、さらにピンボール、ちょ、舞台に上がった、やったぜ。いや、やったぜじゃなくて、で、シールド。なるほど。微妙にしかもこれ届かないんですね。これマリオか。じゃあ逆に。マリオ届、あー、これスライディングじゃないとダメなんですね。なったらじゃあこれで、こうして、いや、意味ないな、これはな。だから、まあ、サイド取れたらいいのかなって感じしますよ。どっちだこれ。ここか？ちょっと攻撃的すぎますかこれ。攻撃的サッカーすぎますこれ。今一応、ビーた今一瞬。ちょっとこれピーチ回復できないのちょっときついな。ここで、ちょっとワンダメ入れとくだけ入れといて、で、ファイヤー打って、微妙にダメージ入らない。あ、違う！あ、ちょっと待って！あ、もう一個ある！嘘！どこ？え、何それ？は？カンターレバカ野郎じゃないんだよ。こっちから行かなきゃいけない。うわぁ、マジかよ。それ先に行ってくれ。じゃあ、だとしたら、違う、ここ。ちょ、邪魔君。吹っ飛ばした。なるほど。なるほど。じゃあ、シールドして、これ非常に厄介ですね。踏んで、後ろからハンマーでぶっ叩いて、倒す。これは、あれですね。ちょっとまずいかもしれないですね、これ。さあ、ターンエンド。ちょ、ピーチだけが、あれだな。いや、それずるい。ちょ、わかんない。ストーン！いや、ストーン強い！ちょ。いや、ちょっと、しかも微妙にこれ届かないやつ。やばい。オワコン、これ。やばい。これ完全に積みの積み。ちょ、待って。あかんでしょ、これ。いや、しかも届かないし、なんだ、この噛み合わせ。噛み合わせ悪すぎかよ。どうしようもね、奥のやつ狙う。そっちじゃないんだけど。ちょっとこれは、まずいことになったのだ。やば。いや、ちょっとさ、この微妙にさ、吹っ飛ばされるのがえぐい。これで、いや、これで、上行って、で、出て、どこ、うわ、こんな戻されんの、マジ。これさ、ちょっと待って、先に、こっちから行けるのは、行ける？こっちから行けばいい。こっちから行って、入って、こっから出てきて、まあ、撃っちゃいい。これが正解？ちょっと上のやつガン無視で、ちょっと行くしかない。ちょっと体力持つかな？ちょっと不安だな。不安だな、これは。不安だな。で、これはパワーアップ入ってる。ハンマー届かないから、とりあえずファイヤー。150。で、フィルちゃんはあれだから、撃つしかない。いいダメージ入ったんじゃない？ 30。あと50。ピーチが一回これであれですね。これ、敵回復しちゃわない？まあ、回復しちゃうんだったらしちゃってもいい。多分。大丈夫。で、これだと、まずいんで、こっち、多分こっちでしょ。多分こっちだと思うんで、先に、こっちに移動しときたい。こっちはここなのか。ってことなので、じゃ、ここですかね。移動してちょっと避けて次のことを考えつつ、撃つ。はい。
オッケーオッケーオッケー。で、これで、第2形態突破でしょ、第3形態そっちでしょ、そうだよね。で、500。で、マリオと、イエーイ、ブワッ、そんなこと言ってる場合じゃなくてさ、みたいな。とりあえず、プロテクトして真面目なんですよ、モッティは。あ、ターンエンド。ターンエンドですね。もうこれ移動できないですね。さあ、いやもう、とりあえず上のやつをどうにかしたい。いや、ちょ、強いような、強くないようななんで、出てくるな、出てくるな。いや、まあ、この距離だったら別に何の問題もない。いや、引っ張れ。どこ出てくる？いやー、ファントムが微妙に出てくるのが結構辛い。でもせや、まずマリオ、多分。まずマリオ。マリオで、いや、これ、あ、ここ、いけない？あ、ここじゃないと通れない系。ふむ。この辺来れるじゃん。ピーチが来れればって感じなんだけど。いや、で、ピーチ。ピーチで、これで回復でいいよな。ちょっと上やりたいんだけど、ちょっとこれ次のターンとか間に合わないな。多分 HP 回復の方が多分大事。で、こっち、こう。ナイス？で、奥倒す。倒しの、で、多分、ヨッシーはいけるべ。ヨッシーはいけると思うので、ヨッシーでこれぶっ壊してからの、向こう側になんか都合よくペーンっていけないか、さすがに。都合が良すぎる。ここにまあ戻る。戻せる。戻るの。戻らない。ここまで。うるせえ。あ、てかちょ待って、手前にもある。ちょ、三つあったんだけど、知らんかった。全然東大元暮らしすぎた。マジかよ。まあ、ちょっと、俺は終了して、ターンエンドですね。これさ、向こうに攻撃とかできないのかな？できなさそうっすね。じゃあ、エンドですね。いや、なんかワンチャンその、あれに対して攻撃、ランタンみたいなのに対して攻撃みたいなのができたさ、強いかなって思ったんですけど。8、全然大丈夫。さあ、このやつにマリオが狙われるが、マリオぐらいだったら大丈夫。さあ、問題はこいつの変なワープ攻撃みたいにやられないように、大丈夫。強えな。攻撃力があるな。で、とりあえず、ちょっとマリオが、届かないか。ピーチ無理。無理だな、多分届かねえな。届かないか、どうしようかな。そしたら、しゃあないんで、とりあえずこれだけぶっ壊しいの。上にピーチ上がっちゃうじゃん。上がっちゃって最終的に上からぶん殴る方向性で。これ逆だったな、ヨッシーとマリオ逆だったな。もったいないことしましたね。いや、これで倒せたらだいぶ違うんだけどね。まあ、仕方ない。諦める。こういう時は潔く。大丈夫。逆に言うと多分次のターンでいけるから。次のターンでいけるから大丈夫。ここのターンをどうにか乗り切れば問題ないはず。いやー、吹っ飛ばされて落とされていく。
で、来るけど、それは誰、34大丈夫大丈夫、いい壁になってる。で、さあ、ファントム、そこだったらまあ大丈夫かなって、そっちに逃げてくるなら問題ない。さあ。多分、だからタックルが一番弱いのがピーチだから、ピーチでとりあえず、どうにかして、踏んで、回復して、一番、あれですね。ここですね。何それ、ちょ、何それ、ちょ、ずるかよ。は？ガチ、何今の。何それ。はぁ、てめぇ、調子乗ってんじゃねえぞ、マジで。てめぇ、調子乗ってんじゃねえぞ、さすがに。やっていいこととやって悪いことがあるだろう、おい。うわじゃねえよ。もうこれ、お前動いたらぶっ飛ばす、マジで。これはこれしかない。いやー、クリティカルやー。これ踏みたいな、蹴りてえな、マジで。めっちゃ蹴りてえ。倒せる？いける？確定？オッケー。さあ、どうだ、これは。第4形態あるか。ガキかよ。嘘だい！ない。嘘泣きじゃなかった。ちょっといった。ああ、でもギリギリ切れた！よし。ギリギリ入れた。オッケー。ちょっと東大元暮らしとか、いろいろ采配ミスもありましたけども。まあ、どうにか一発クリア出てきましたね。オッケー、ゴールドコインもだいぶ溜まってきた。ランクアップ !HP がアップしました。武器も追加されました。スプーキートレイルチャレンジもできるようになりましたよ。壊す。やっと壊せるんですね、石ブロック。屋根の上を渡って新しいチャレンジが遊べるようになりました。この辺は後ではやりましょう。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。知ってる？今日1月31日なんだぜ。もう1月終わっちゃうんだぜ。今年の12分の1終わっちゃったんだぜ。みんな何した？え？俺？何もやってないや。しかもなんか寒いし、頭痛いし。もう寒波ってなんだよ。あったかくして寝ろよ。